平さと子のハッピーサトデーナイト。通用中がなびら、皆様こんばんは。那覇市議会議員の平さと子です。2月の18日の土曜日夜7時となりました。今夜も56分間どうぞ皆様にハッピー届けられるように頑張りたいと思います。今夜はですね、政策秘書のいつものケイシーさんが大阪に出張中でございまして、そのピンチヒッターに、なんとなんとなんと、ファイトファイトファイトのこの番組の後にですね、放送されますファイトファイトファイトのパーソナリティを務めております光バンドのむつきさんが今日は制作秘書ピンチヒッターよろしくお願いします。すごい、いやむつきさん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。対応していただいて、いや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 、あのリスナーの皆様も、何度か、はい、聞いていただいた方はご存知かもしれませんけれども、首里高校の現在3年生で、はい、光バンドという全国で、2位、沖縄県内ではもちろん優勝する非常にあの有名なバンドメンバーのむつきさん、はい、はい、今日お迎えして何度かあのゲストにも、ね、はい、いらしていただいておりますけれども、はい、今日はもう制作秘書ということで、はい、ね、急に機材の担当をむつきがやっていただけることになって、ね、いやもう本当にもうむつきのリードで私たちはすべてあの従ってまいりますのでいえいえいえ、すいません、もうよろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで、ところで、はい、もうほら3年生ということでね、はい、うん、大学進学がもう目前になってますけれども、はいはい、むつきはね、はい、もう早々に推薦入学を決めて、はいはい、9月ぐらいに ね、受験がありました、うん、ご本人が公共交通政策をね、公共交通政策をね、やりたいということで、はい、なんか乗り物大好きなんですよね。もう幼い時から特にもうバスと電車がすごい好きで、うんうん、それがもう15年経った今でもずっと好きなんで。そうなんですね。すごいなって自分でも。で、ね、バス会社の社長の皆様にね、僕は将来バスの運転手になりたいんですって言ったら、まあ、社長っていうか、まあ、はい、ね、そしたら、いや君みたいな、ね、優秀な子はもっとね、はい、そういうその政策を作るところに行きなさいっていうことで、全国でも一つしかないんですよね。あ、そうですね、全国でも一つしかない東京交通短期大学の運輸科ってところで、そこは結構電車の運転士を育成する大学なんですけど、その中には交通政策っていう勉強があるんで、そこでちょっと専門的に学んで、そこしかも編入できるところなので、また別の大学行って、ね、しっかり政治とか経済を勉強したいなっていうのがあって、うんうん、そしてね、はい、将来はね、はい、まず那覇市議会議員ね、市議会議員、まあ、なってね。そうですね、本当に政治家になってから本当に交通政策、まずは那覇市からいろいろやっていきたいなって感じで、那覇市は LRT を、ね、うん、導入するということでも、はい、もう楽しみですよ。進めておりますので、はい、ぜひむつきがまたね、東京で勉強していただいて、そのノウハウをね、仲間をどんどん増やしていってから、うん、本当に交通に興味ある若い子をどんどん増やしてから、うん、公共交通政策とっても大事ですよね、うん、大好きなんで、やっぱり、うん、住んでる方たちにね、はい、やっぱり車を持たない、持てない、うん、まあ、子どもたちであったり高齢者であったりね、うん、まあ、障害者の方たちもそうですけれども、しかし車を持たずに移動しやすい街っていうのは本当に素敵ですよね、暮らしやすい街ですよね。東京とかにね、本当にちょっと行っただけでもだいぶ、はい、すごい便利な場所だなって、ね、車いらないなっていうのを感じましたからね、便利なのよね。っていうことと、今
観光客のとりわけね、あの県外からの観光客の若い方たちは、はい、免許を持たない方も多いらしくて、なんか沖縄は ね、レンタカーの観光が今もう前提になってるから、うん、沖縄離れが出始めてるということもあって、あやっぱり公共交通で移動しやすい那覇、うん、沖縄っていうのをね本当にしっかり構築していかないといけないということでありますので、うん、松木さん期待しております、はい、話がね長くなっちゃいましたけれども、はい、まあ前半そうなんですが今日ねゲスト、はい、ゲストはですねもうあの準レギュラーの準レギュラーの島袋デロー様でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。老人ホームを5つ経営されていらっしゃいまして、会社を5つお持ちでございます今日もねあの、はい、デロー様に、まあ、どうやって運気を上げるかとか、まあ、これ今日テーマはね、あのもうご本人にぜひ語っていただきたいことをですね、お話しいただきたいなと思っております。あのちなみに私たちは内、運気向上内閣という、はい、ケイシーさんとまた3人で月曜日の夜10時から放送もしておりますので、もしよろしければそちらも、拝聴いただければ嬉しいです、はい、ということで松木さん、はい、はいはい、この後トーク開始でございますが、はい、ちょっとこちらをお聞きください。ありがとうございます。今日の改めまして、ケイシーさんが大阪で、出張中でございますので、はい、すごいですね。光バンドのむつきさんが、うん、はい、今日は制作秘書でございます、はい、よろしくお願いします。もう名前がかっこいいですね。制作秘書すごいかっこいい、 はい、よろしくお願いします。はい、はい、そして今夜のゲストも島袋輝男様でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ50分間投稿していきましょう。はい、はい、それではじゃあ輝男様、はい、あ、これ自分でテーマを言うのかな、これは。じゃあ里子さんテーマをお願いします。お、ね、今夜のテーマは、はい、なるか未来の国土交通省むつき羽ばたくの巻、はい、ということでパチ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 、自分が今回、はい、まあ、ゲストではないんですけどね、はい、ちょっとそろそろっていうか4月からね東京に進学するということで、うん、はい、あの公共交通政策のね勉強しに東京行くんですが、ね、こちらに書いてる通り未来の国土交通省と、うん、書かれておりますが、はい、現在ね那覇市は、那覇市って言いますか沖縄県は本当にレンタカーでの観光がメインですが、はいはい、内地ではねあの免許を取ってる人がだんだん減っている状況でみたいなのでね、本当にあのいかにレンタカー以外で観光する沖縄をどうシステムを作るかっていうのが非常に重要になっていますがそうなんですよ、はい、ほら狭い沖縄ですから、みんなまた車を持たないと移動し、ね、あのしにくい生活圏っていう生活する場所においてね、はいはい、家族みんな1台ずつ持ってるみたいな状況になるわけですよ ね、沖縄ってね、まあ、そうなるともう当然その交通渋滞がもう全国ワースト圏なわけですよね。そうなんですよね、まあ、その経済損失も非常に大きいわけですよ。那覇市内移動するだけでもう時間帯によってはね、はいはい、もう本当に30分も1時間もかかってしまうというようなロスですね、本当に、もう本当に経済的ロスですよ、はい、疲れますしね、はい、うん、なのでやっぱり、まあ、生活してる側としても、うんうんうん、車に乗らなくても公共交通で移動しやすい街、そして、観光でもね、やっぱりあの公共交通を利用することによって
また歩くという行為も出てくるので、うんうんうん、健康にねいいですね。健康にもまあいいですし、街、うんね、づくりとしてもやっぱりあの何、はい、ていうか小さなお店にね、うん、皆さん行きやすくなったりとか、駐車場とかのね心配もいりませんし、歩くことで街の良さを発見できるっていうのも ね見える街っていうのがあるのでね、そうですから、うん、やっぱりそういう観光のあり方も含めてシフトして、はい、行かないといけないんじゃないかなって思いますよね、松木さん。本当にいろいろ、まあ歩くことで要は街の良さをね、あの再発見できるっていうのは、今この本当に高校生、中学生、小学校ってね車を持たないので、もうひたすら歩いて、で今ね Google マップとかすごい発達してますけど、自分はまあコンピューターが苦手っていうか、歩いて確かめたい人なんですよ。あの地図あんま頼らずに、こう首里とか特にもうずっと住んでるので、生まれた時から、だからもうあんま地図に頼らず、もう細い道を友達とひたすら行って、で行き止まりになるまで歩くっていうのをね、中学校あんまやらなかったか、高校では結構やってて、それによっては、あこういうお店あったんだ行ってみようとかにね、つながりますから、本当に車ではわからな い, らない、ね、歩く良さっていうのをね、ありますよね、はい、っていうのをね、いかに、うん、浸透させれるかっていうのが、首里はね、うん、やっぱり歩いて楽しいんじゃないですか、ま、あの道も本当にね、数字があの小さい道をねどんどん歩いていって、本当にあの琉球国時代から、ね、石垣があったり、石畳とかね、もう歩くだけで観光になりますから ね、本当よ、本当よね、坂道も多いですよね。あそうなんですよ、坂道がね鍛えられます ね本当にそうなんですよね。なんかふくらはぎとかすごい発達してるけど、これなんでねって、このねこのハイバルとか那覇に住んでる友達にこの体育の時に言われて、あいいですね、あのふくらはぎね、なんていうのかな、運動部じゃないのになんでこんな発達してんのかなって言ったら、あー首里あっちの急な坂電車歩いてるからだよって言ったから、あなるほどほどねみたいな、まあ、あるあるなのか分かんないですけど、いやいやあるあるですよ、はい、ふくらはぎがねたくましい男性はもうキュンキュンさせられる毎日の通学で鍛えられてるというね、まあ大変ですけど、でもまあ運動とかね、今若いから鍛えられるって意味ではすごいいいことなのかなっていう実感は、うんはい、湧きますね、はい、いろいろ今だからこそできることなのかなっていう気はしますが、本当ですね、シリコン製とふくらはぎいいつながりです ねはい、いろいろ、はい、なかなか楽しいですよ。あとあの未来の国土交通大臣から見てですね、うん、まあまあ大臣あの例えば那覇市とか沖縄県に対してももっとこうしたらいいのにとか、なんかあるいはこうしたいなとか、こうした、まあなんでしょう、もう数年前から始まってるんですけど、うん、このシェアサイクリング、うん、自転車がだいぶ発達したっていうのはいいのかな、自分も実際、まあ、使ってみたんですけど本当に便利で、うん、自転車でこの本当にコンビニとか駅にねもうすごい設置されてるやつを本当にピッてやった、はい、このスマホ1台でね、うん、ピッてやっただけで本当に借りれるっていうのは非常に便利ですけど、まあ、プラスアルファ、まあなんていうのかな、自転車を使う人の意識改革、意識の問題ではあるんですけど、うんうんうん、いかに安心して乗れるか、要は名護みたいに、ね、しっかりこう自転車道を整備しろまでは言わないけど、まあ、本当に誰でも安心して使える自転車のね、うんうん、那覇っていうのを作れたらもっとみんな積極的に使うのかなっていう気はしますね、うん、いや松木さん今とっても大事なことをねご指摘されたんですよ、うん、まさにね那覇市なんかコンパクトシティだから、うんこの自転車で移動するのにちょうど本当はいい距離なはずなわけですよ、うんうん、しかも電チャリですからね、電動付き自転車ですからね、うんうんうん、しかし、うん、この道が狭隘であったりそうそう歩行空間も狭いし結構危ない、だから自転車なかなか乗り切れないわけですよね、小石がね転がっていたりしたら、うん、もう小石どころかやっぱりねくるんくるんやっぱり道が結構狭いところもあるのでねガタガタしますからね、うん、坂下とかはそうそうそうでね、おろくのところに、うん国道でこの自転車道は整備されてるところは一部あるんですけれども、うんうん、私がもう10年ぐらい前ですかね、うん、今やっとやっとっていうか整備が進められてはいるんですが那覇市道で初めての自転車道を整備する予定がありまして、
第一号なんですけどね、うんうん、そこがどこなのかっていうと、はいはい、沖縄工業高校のところなのね、はいはい、松川になるんですけど、あの三原とかね、はいはいはい、あの辺本当に、密集住宅地になってて、うん、でバスも通るんですよ、本当に狭いくねくねの道にバスも通るし、ね、はい、で結構高校生たち自転車で通ってたりもするの で、ね、でもう歩行空間も本当になくて危ないんですよね、うんうん、であそこ拡張整備の計画があって、はい、今順次進められているところなんですけれども、 あそこが自転車道が第一号でできる予定になっておりましてね、うん、楽しみって思う。反対側交差点から坂下交差点まで一直線に拡張される予定なので、だいぶこの真壁から坂下とか首里に行くようなあの辺り一帯がね、あさととかよく渋滞する場所なんですけれども、あのそこがね開けたらだいぶあのこの車も移動しやすい、まあ、車の渋滞も緩和されるのかなという感じがするので、はい、あのちょこちょこ ついてるっていう、ね、進捗状況とか早めに進めていただくようにということでね、はい、お願いしてるんですけれども、はい、やっぱりそうやってね広げていきたいですよね、はい、行かなければならないです ね、 ですね、自転車で移動しやすい、ね、そうです、自転車もそうですね、はい、本当に徐々に広がっていけばいいのかなって気がします、うん、そうそう、電車乗っても安心、そうそう、安全な街をね、あとは車を所有するではなくてもシェアするぐらいの勢いで、自分は本当にカーシェアもすごい好きで、いいね、車所有するのって本当に大変、まあ、まだ確かに維持費がかかるから、ね、維持費がね、すごい、購入費もそうなんだけど維持費大変ですよ、維持費すごい大変って聞きますので、あの本当にカーシェアみたいな感じにね、もう誰でも借りれるみたいな、まあ、ね、実際にね一部本当に修理とかにもカーシェアであるんですけど、まだまだ浸透してない、もう本当に所有が今当たり前になってるので、うん、本当にバスとか自転車モノレールが本当に発達して、車持たなくていい、あ、じゃあカーシェアっていうこの、うん、なんていうのかな、うん、車も一つのこう移動手段として、うん、カーシェアみたいな感じで公共交通の一部になれたらな、ね、って言ったら、うん、だいぶ車の数も減らせるんじゃないかな、なるほどね、なるほどね、カーシェアもすごい進めていきたいなって、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、そうそうそう、進めていきたいと思います。車を持つんじゃなくてシェアする時代になって、そう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 、今ね音楽も全部サブスクみたいな感じでね、月額いくら払えば聞き放題みたいなのが流行ってるので、カーシェアもね、車もじゃあ月額でいくらでも、そうそう、車もサブスクで、まあ目標っていうか自分の中ではバスもサブスクにできないのかな、要はこの、要は昼間ってバス利用者がね少ないので、はいはいはい、その時間帯を要は60歳以上、60歳以上月額いくらで払えば要は乗り放題みたいな感じにしたら、なかなか面白いのかなって、健康増進とね、アイディアだねこれ、要は使わない時間帯をね、いかに高齢者とかをいかにバスで歩いてね、バス運賃のサブスクみたいな感じに、月額いくらで市内線乗り放題みたいなね感じでやっても面白いのかなって、あ、そうすれば行政の方も交通機関にね、そうそうそう、予算を投ずみたいな感じでやりやすいです、ね、やったらなかなか面白いのかなって、いや面白いですよそうそう、サブスクっていうアイディアをいかに浸透できるのかな、それっていいアイディア、すごい面白いのかなっていうのはありますね、うん、そしたら、うん、ね、みんななんか気持ち的に元取りたいみたいな気持ちがあるじゃんどんどん使って、ね、サブスクなったら、そしたらどんどん使おうって、あ、ね、バス使おうってなりますよね、だから高齢者も、だから要は那覇バスターミナルで、要は夏とかは暑いのでこう図書館で涼んで本読んだりして、まあ、家に帰るっていう、そうそうそう、もう本当に那覇バスターミナル拠点にしてからどんどん使えたらいいのかなって感じで、本当だね、これにあの健康増進とかそう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 、な、新しいね、あの結婚相手を見たりとかいろんなものをこう絡めて、そんな感じで、そういろんなのにね、うん、くっつけてどんどんみんなを街に出していこうみたいな、ね、感じでアイデアはありますが、いろいろそんな感じに、どんどん、あ、勉強になりました、ね、私ね、このバスのサブスクはちょっと提案したいな、ね、うん、はい、なかなかもう面白いのかなって感じで、いろいろ、そしたら
ね、いいよね、うん、学生さんたちもね、いろいろ定期があるぐらいだから、うん、そうそうそう、ね、昼間どんどん昼間毎日、あ、定期はある意味サブスクになるのかな、まあ、みたいなもんなんですけどね、いろいろ毎月買う、毎月か、でも自分定期使ったことないんですよ、一回も買ったり、要は使う機会があんまないので、そうそう、だからあれはまあ一応1ヶ月ね、大きかって形でいろいろ1ヶ月、うんうん、まあ、市内線乗り放題のやつもあれば、もう一つの路線で乗り放題っていう感じで、いろんな種類があるみたいなんですけど、はあ、そんな感じでそれをどんどん広めていってまあ、 あれもある意味サブスクに近いですけどね、本当に定期も、ね、月額いくらでこの区間乗り放題っていうのはありますから、あ、定期は、そう、そう、定期もね、いろいろありますから、うん、学生みんな周り使ってる人も多いですから、あ、沖縄でですか、あ、もう、あ、もう自分の同級生もいろいろ定期で通ってる人とかも普通にいますし、うん、落としたりしてヒエヒエ言ってる人もいますけど、うん、みたいな感じで、ね、それをどんどん広めていけたらなかなか面白いのかなっていう気はしますが、あ、ナイスアイディア、うん、これは、はい、ぜひぜひ進めていきたいですね、どんどん来ますねアイディアがね、うんうんうん、若い人たちはほらもサブスクってね、うん、もうなんか定番になってきてるから、だいぶ、ね、定期っていう、うんうん、システムよりはサブスクってやった方がなんか利用しやすい、うんうん、堅苦しくないとか、うん、意外と身近な存在みたいなね、うん、そうそうそう、でも本当にサブスク制度っていうのはね、いろいろ広がってきたのかなって印象はありますね、車もサブスク、ね、そう、車もサブスクで、バスも利用もサブスクみたいな感じでどんどん進めていけたらなって勝手に妄想して楽しんでるだけなんで、いやあの このサブスクを使いこなすそのリテラシーのこのなんか階級みたいな、あの一級から初段とか最高は10段にとか、ね、本当にどんどんプラチナとかゴールドとかにしてから、うん、あ、例えばこんな使い方がありますよっていうのをこう研究発表して、あ、この使い方はグレードはあのもう上級者クラスですからねこういうなんかね大会はあってもいいですねあ、とりあえずみな、うん、ね、いかにみんなを街に歩いてどんどんこう歩かして健康増進にもつながるし経済にもね、うん、つながるのかなって感じですし、うん、最近明るいニュースで言ったら JR 各社が黒字に転換してますから、もうコロナ禍だんだん復活してきて、うんうん、あの明るいニュースだんだんお客さん戻ってきたっていう明るいニュースも来てますから、ね、いかに、しかもマスクもね徐々に5月には、ね、5月8日ゴーヤーの日だったかな、うん、にはもう第5類にもね、うん、下がりますし、ね、徐々に元の生活が戻ってきてるので、そのタイミングでどんどん交通政策も進んでいったらなっていう気はしますが、5月20日ですか、 5月8日8日5月8ぐらいだったと思うんです、すみません、あのぐらいにも第5類に引き下げるみたいなニュースも、いや明るいですね、ですね、明るいニュースですね、だいぶコロナ前に戻ってきたなね、長いトンネルでしたね、はい、学校の子どもたちもね、うん、もうマスク3月から、うん、そうですね、ということなのでね、卒業式は一応マスク着用なんですが、うん、こう今日、あの今日というか収録してる日にもう、うん、この2月10日にも学校終わったんですよ、うん、あ、翌日からも就職休みで、今日卒業式の練習したんですけど、うんうんうん、卒業証書を受け取るときはもうみんなマスク取れみたいな、あ、マスク取ってちゃんとこう本当の顔で、要はみんなに礼してっていうのが、ですよね、うん、その時に同級生の素顔を見て、うんうん、こんな顔してんだみたいなあ、見てないんですよね、あ、あんまり、そっか、うん、とても仲いい友達じゃない限りは、うん、あとはご飯ちょっと気になる女の子いたら、顔はこのご飯食べてる時にチラッて、チラッて、あ、こんな顔なんだ、あ、これはこの思い出あります、私、あ、めちゃめちゃありますよ、今そういう思い出ばっかりですよ、ね、中学の時にねでもほらあの頃って日常的にほら顔が見えるけど、うん、今の子たちは、うん、マスクで顔半分見れないから、うん、はいはい、本当ね、どんな顔してるんだろうっていうのがあるんだよね、うん、そうなんですよ、なるほどね、はあ、マスクの下の顔も見たいっていうのが今の男の子たち、まあ女の子も多分そうなんですけど、お互い思ってることで、うんうん、でも本当にちょっと悲しいのが女子、うん、女の子、まあ男子もいるとは思うんですけど、まあ、マスク外せる、卒業式マスク外してって言われた時、俺は正直嬉しかったんですよ、あ、やっと卒業証書ぐらいマスク外せるんだって思ったら、うん、結構
周りの女子は、やだみたいな、恥ずかしいみたいなのもだいぶ浸透してるので、わー、恥ずかしいっていう感覚なんだもん。もうマスクも体の一部になってますから、うんうんうん、はい、徐々にそうそう、今少し言われてきてますけど、うんうん、やっぱりそのマス、あの新聞報道でもね、はいはい、このマスク生活の子どもたちにおける影響っていうのがね、はいはい、報道されてますけど、やっぱりコロナが始まった頃の頃にね、うん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 、私やっぱり思ってたのが、マスクが当たり前になると、うんうん、ある意味その本当にパンツ感覚、だから顔パンツって言われてますよね、うんうん、そう、そう、そう言ってますね、もう有名な、ね、言葉ですから、そう、うん、だからそれを取るのが恥ずかしい感覚になるっていうのが本当に実際あるんだ ね、 ね、うん、自分の顔がね恥ずかしい一部ったら、やっぱり思春期の高な、うん、ね、子供時代にそれが当たり前にされる時期になると、うん、マスクずっとつけてるとね、3年間も、うん、だからそうなるよね、自分は割とマスク外して、要はライブ出たりとか、うん、まあ、ステージ上ではマスクを外したり、うん、まあ、今のラジオも割と声聞かすって意味で、うん、マスクを外す機会が割と多いんですけど、うん、だから意外とマスク外すのには一切抵抗ないんですけど、うん、やっぱりね、うん、あの女の子とか男の子でも普通にいるんですけど、やっぱり恥ずかしいっていう感情が芽生えてきてるのがね、間近で感じて、ああそっかって改めてね、リアルに感じてますから、結構まあショックな部分もありますよね、そっか、もうマスクも顔の一部かみたいなね、はい、影響大きいな、大きいですね、いや、マスクでも明るい話題で言ったら、明るい話題っていうか、まあ、マスクが広がったおかげで、まあ、髭を3日に1回とか学生内ではね、こうとかもうね、マスクが隠れてるから割とね、仮に青のりついても意外とバレないとか、そういう話も割とあるから、うん、まあ、物事ってね、何事でもメリットデメリットありますから、必ずしも、あとはマスクがファッションの一部になって、あの 1.5 倍自分がかっこよく見えるとか、そういうのもね割とあるので、はい、でもやっぱり素顔が当たり前に過ごせる、まあ、前のコロナ前みたいにね過ごせる日常が戻ってくるのが一番の願いですけど、本当だ、ね、本当に徐々に、本当だ、ね、はい、でも少しずつ変わ戻りつつあるのはすごい明るいニュースなのかなって気はしますね、うんうん、あの私のね、はい、あのちょっと経験で、はい、初めてお会いしたちょっとあの年配の男性、はい、で、もちろんマスクをしてね、いろいろお話しして、うん、なんか最後になんかマスクを取るなんか瞬間があったのよね、はい、うん、そしたらまさにあのヒゲをねヒゲがある方だったんですけど、もうその素顔がすっごいかっこよかったわけね、うん、あ、いや、よかったですね、あ、どんな結果になるの今ちょっと、ね、イメージと違うみたいなそうそうそう、もったいないと思ったわけ、うん、ね、マスクで隠れてもったいないって、そういう、 残念、こうプラスパターンがね、うん、そうそう、あるんですね、あ、マスクか、ね、つけてたらこの方の魅力が本当に半減するんだなと思って、うんうんうん、素敵ですねってあの、ね、お話はしましたけれども、顔も2段階になってきましたからね、顔も2段階、要はマスクなし、ね、マスクありで、ね、なんかそれで勝手に評価されるのも悲しいですからね、あのマスク詐欺って言葉もね、だいぶ若者ってか同級生の間でも広がるぐらい、ちょっとショックではありますけど、ね、恐ろしいね、恐ろしいですよ、なんかそういうディスるような言葉が流行ったり、うーん、まあ、ネットではね、いろいろ、でもうん、まあもうこうなってしまったのはしょうがないっていう受け入れで、うん、要はもうマスクもファッションの一部、体の一部でこう広がっていくのも別に全てが悪いことではないのかなって気はしますが、うん、はい、マスク、いや、いいな、プラス自分も何度か女の子でありますよマスク外して、あ、この人マスク外した方がめっちゃ可愛いのに、あ、もったいないみたいなのも ね、うん、ね、経験ありますから、それを同級生とヒーヒーって、うんはい、職員も結構多いですよ、職員、要は同級生は割と同じ空間でご飯食べること多いですけど、うん、高校っていうのはもう給食っていうのがありませんから、うん、先生方皆さん職員室で各自でご飯、うん、先生方の素顔見る機会がないわけだ、もう一切ないですね、そっか、なるほどね、なんか怖いですね、で職員紹介の素顔で、うん、こんな顔してるんだみたいな、それを同級生とみんなでヒーヒー言う、うん、なんでヒーヒー言うの、だから、こんな顔なのみたいな
っていうのをいい意味でね、いい意味でいい意味でいい意味でね、まあ、一つのイベントみたいになってますからね、この職員紹介のあの手紙が一つのイベントみたいにね うちらにはなってますから、コロナねいろんな影響を大変ですが、まあすごいですね、徐々に変わっているっていうのは、はい、今の世の中ですから、はい、前向きに頑張っていきたいなと、ね、思います。ありがとうございます、うん、はい、はい、むつきさんからの政策提言もいただきましたので、ね、いただきましたね、はい、ぜひあのアプリというか、うん、作っていただいて、あとあアプリで言いましたね、サブスク制度っていうか、まあ本当にアプリもねどんどん発達させていきたいなというのは、うん、もうちょっとこのバスナビ沖縄、この、まあ、もう一つ政策で言ったら、うん、もう時刻表っていうバスの時刻表っていう概念はもう古いと思うんですよね、私は。なるほどなるほど。バスはいつ来るかっていうのはもう分かるんですよ、うん、もうスマホで、うん、要はどんなに時刻表で定めた時間から遅れててもバスが来る時間っていうのはもうネット上では分かるわけじゃないですか、うん、あ現在位置が分かるんですか。あそうバスの現在位置がもうスマホで一台分かるので、いやもう時刻表っていう概念古いなっていうのはありまして、うんうんうん、もうバスがいつ来るかはもう分かるから、うん、それに合わせていく世の中、要は時刻表っていうのはあくまでも目安で、目安でね、この本当の時間っていうのはスマホが、ね、正確に分かるので、それをもとに要は行動できるんじゃないかな、うん、要はバスは遅れる、沖縄のバスは遅れるみたいなイメージじゃなくて、もういつ来るか分かるから、それに合わせてどんどん行けたら、要はメールですぐ 3つ前のバス停にはもうメールで届くとかさ、うん、そんな感じにしていかに待たないで乗れるっていうのを、いいねいいね、大事だね。じゃあもう常時上空500メートルから那覇の街を見ながら行動するっていうのは感覚ですね。まあまあそんな感じですね。もうすぐすごいですね。でも今本当に全部のバスに GPS 入ってますので、うん、あの本当にどこで何時に来るかで何分遅れてるかっていうのはスマホ1台で分かるので、うん、それをいかに、まあ、リテラシーっていうか、このいかに高齢者とかにも分かりやすく伝えるっていうのが、うんうんうん、新しい課題なのかなって気もします。はい、また一つの政策ありがとうございます。政策どんどん出る、政策一緒、楽しいですよ。早く市議になって、あ県議になって、あ知事になってどんどん夢は広がります ね、 ね、私の後継者として出てもらいますので、ね、後継者ですね、はい、さあじゃあ、はい、そろそろあのね、あのハピ歌の方を、うん、じゃあ紹介って言いますか、はい、あの光バンドの、ね、あの私が所属してるこの光バンドの曲をじゃあ1曲お送りしましょうか。お願いします。ちなみにこの光バンドの今回流す曲はフライデーって曲で、あ聞いたことないかもフライデーって、この曲、この日は土曜日ですが、うん、あのこの放送日は土曜日ですが、うん、曲名はフライデーっていう感じで、まあ、金曜日の曲で、うん、もうライブでやったらすごい盛り上がるアップテンポの曲で、うん、私この3年間確かにコロナ禍でバンド活動をしてきましたけど、このもう本当に自分が今までで思い出に残ってるライブといえば、もう学校祭、最初で最後の学校祭で同級生の前でこのオリジナルソング、このフライデーって曲を披露した時の盛り上がりはもう一生忘れないですね。本当にもう一生の思い出ですね。すごい、本当にもう同級生がもうなんていうのかな、同級生全クラスが自分たちの前にいて、もうアイドルかのようにムツキーって叫ばれたっていう思い出ももうすごい、まさか叫ばれると思わんかったので、そんな思い出の一曲です。さあじゃあもう一度、光バンドでフライデ
はい、光バンドは第二の HY と言われて、いやなりますね、期待されているようでね、本当に楽しみなんですよね。もうこのクオリティの高さすごいですよね。すごい、うん、ありがとうございます、はい、本当に、うん、本当自分たちでね作って、そうですね、まあやってるのよね、作詞作曲はこのボーカルのね光ってやってもらって、うん、あとの各楽器のフレーズとかを、うん、まあメンバーみんなで集まって話し合って、ね、でこれの収録ももう楽器一人ずつ撮って、うんうん、めちゃめちゃ時間かかりました。なるほどね、本当にプロと同じやり方でね、いろいろ、そうなのね、あ、なるほど、合わせてじゃなくて用意ドンじゃないんですよ。でも一人一人このメトロノームっていうこのテンポを合わせる機械を、メトロノームで聞きながらやるのじゃないと、もう要は一人ずつ撮ってるんで、一人でも合わなくなるから、ね、そう合わなくなるので、もこのテンポって決めたらもうそれに合わせて正確に弾かないと、一人ずつ撮ってるんで最後にガッチャって合わせた時に、うんうん、はい、ズレが生じてしまうので、それがやっぱり一番大変だったのかなっていう気はします。懐かしい、もう1年になりますよ。これ1年前の曲なの、ね、もうそうですね、1年前、もう1年前ですよ。ちょうど去年収録、あ、去年光が、うんうん、持ってきて曲いいのできた、うん、これも光バンド最後の、あ、違うな、なんか持ってきて、うん、まあコツコツやって、はい、うん、早いな。どのくらいで完成までいくんですか？そうですね、いやもう本当にバラバラなんですけど、本当に1ヶ月ぐらいでもうすぐ曲パッて作ることもあれば、もう長く長く 2,3 ヶ月かかったりしたり、うん、要はみんないいフレーズを持ってくるんで、うん、例えば今日このフレーズ弾いたら、翌日練習した時はねえねえ、いいフレーズできたから聞いてくれんって言ってから聞いて、いや俺はこのフレーズがいいなみたいな、そういうのことばっかりやってるんで、うん、なかなか定まるまで時間がかかるなって。なるほどね。はい、みんな天才とか結構いいので、い素敵ですね。すごい、素晴らしいですね。いや本当に今本当にいい曲だわ。ありがとうございます。この曲をオリジナルソングなのに、うん、まあ、みんなの前で披露したのに、なんかメジャーの曲、まあ、知ってるかのようにみんな盛り上がってくれたのは、本当にボーカルの光が、うん、あ、煽ったっていうか、要はみんなこうやってリズム取ってねみたいなことも声かけして、うん、本当にアニメかのような歌い慣れしてるな本当に、ね、光、いや自分もびっくりしたんですよ、うん、あの演奏してて、そう光がいきなり会場の皆さん立ってくださいみたいな、うん、このリズムに合わせて手拍子お願いしますって言って、それを自分弾いてるかも、うん、光すげえ。本当にライブ中光はあのや自分たち、ね、メンバーにも言わないことをやり出すんで、うん、それが楽しみで、うん、突然舞台歩いて、そうそうそう、あの野外フェスでは本当に歌いながらお客さんのところまで歩いて、で顔上げたら、あれ光舞台のあれあれみたいな、それメンバーでそう笑顔で、あいつやってるなみたいな。はい、どんどんじゃん一体感が盛り上がっていくんですね。はい、そんな感じ で、 すごいです、ね、光は本当に天才だなって、天才です、ね、間近で感じてます。まあ、みんなそれぞれの役割があるからね。うん、やっぱボーカルはまたそういう会場を盛り上げる役割も ね、 担わないといけないから、それをしっかりね、それを高校からやるっていうのもすごいな、ね、すごいですよね。いやだからやっぱり持ってるね、うん、あもう本当に光は持ってる、ね、もう歌も上手だしね、歌声もそうですし、あの本当に言葉も聞きやすいから、あそうだそう、なんか色気もあるしね、うん、あ本当に光声がね美しい声して、うんうん、はい、あの持ってるなって、そう本当にいい、言葉も聞きやすいから、うん、本当に彼は天才だなっていうのを、天才と一緒に入れてよかったなって、うん、いやいやいや、いや本当にワンフレーズでみんなの心がわしづかみじゃないですか、メンバーがいるからね、はい、本当に楽しい3年間だったなって印象が、はい、ありますね。ちなみに光バンドのこのフライデーも含めて、うん、青春とか、はい、アルバムがありますか？はい、まあ去年そうですね、昨年の7月違うな8月1日よりこの光バンドのファーストアルバムの青春という、まあはい、ミニアルバムを、はい、発売しています。まあ、大名児童館、久保川児童館でも販売してますし、まあ、ネット光バンドと検索していただけるとこの販売リンクに飛ぶことができますのでね、うん、ぜひそこから、はい、お買い上げお願いします。はい、わかりました。いやー首里の大名児童館、はい、そうですよ、本当に久保川、あるいはネットでね、ネットでも、うん、あとはまあメンバーに会ったら持ってる可能性があるので、うん、すぐ手渡しで販売していますので、ぜひ
はい、の残り500、400、500枚ぐらい余ってます。あの1000枚作ったんですよ、うんうんうん、それをどんどん卒業ライブが3月26日にこの首里公民館で開催します。それまでにどんどん売っていこうって感じで、はい、徐々に手売りですが、はい、頑張ってます。すごい、今出ました。3月26日の首里公民館にて、これって何、はい、曜日、日曜日ですね。日曜日、もう本当に3月のギリギリですが、ギリギリ、ね、あの最後の日曜日に皆さん、うん、そうです、首里公民館で、はい、何時からですか。13時からですね。13時からスタートですね。スタート、なんかいいですよね、この首里のバンドじゃないですか。要は首里高校で始まって、まあメンバー全員首里出身ではないんですけど、本当にでも半分以上は首里出身で、で最後首里公民館、本当に地元で終わるっていうのはすごい、結果として自分も嬉しいなって。本当に地域の人に支えられたバンド、要はもう本当にいろんな地域の人に応援協力いただいて今があるので、それで本当に地元の首里で最後を迎えるっていうのはすごいいいなって自分の中ではすごい大満足っていうか、本当に首里公民館でできるのはいいなっていうのはありますね。最後寂しいですが、はい、光バンド卒業ライブ、卒業ライブですね。3月26日、首里公民館にて13時よりスタートです。はい、皆様いらっしゃってください。高校生以下500円、そして一般は1000円で販売しております。まあ一部っていうかほとんどのライブでは、だいたいチケットとは別にドリンク代っていうのが、まあドリンク料っていうのがあるんですけど、今回はありませんので、本当に1000円、まあ学生は500円、本当にそれだけで見ることができますので、ぜひ、はい、首里公民館を埋め尽くして、はい、盛り上げていきたいと思います。楽しみ、はい、非常に楽しみですね。でももう行きます。皆さんも半分、 ありがとうございます、うん、本当にもうこれで最後のライブになりますから、もう光バンドっていうのはもう一旦休止になりますからね、うん、皆さん沖縄に残るメンバーもいれば、私と、まあ、ベースのユウも東京に進学しますので、うん、はい、寂しいですがそれぞれの道へ歩んでいきますので、ね、いやでももうやがて高校、もうやがてっていうか、もうこの放送のあと2週間後にはもう高校卒業ですから、うんうん、コロナ禍、うんからコロナからから1年生入学式からね、だからそれ考えたら、もう要はコロナ禍、授業もね前半はひどかったですよ、もう寂しかったですよ、入学式もね親も入れれないで、半分しか、要は偶数、出席番号の偶数奇数に分かれた、全員出席できなかったの。そうなんですよ、入学式も5月の後半からスタートで、しかも出席番号の偶数奇数で分かれてましたから、はあ、寂しい世の中っていうか、いや、いろいろ寂しかったですが、なんかもう胸が痛くなりますね、本当にね。まあ、世界的なね、もうしょうがないですから、パンデミックという、うん、まあ、仕方がないものではあるけどね、うん、誰が悪いもんでもないからね、もうそうなってしまったの。でもやっぱこの青春時代にね、この時期を迎えた学生たちは本当にね、胸が痛いね。でもそういった中でね、やっぱ自分たちのこのね、生み出してね、世界を生み出してね、ここまで頑張って活躍されて、コロナ一期生がもう卒業っていう、それぐらい時代、時間は経ったんだなっていう印象が、本当だね、はい、いやだんだん令和生まれの子が中学生だったりすんのかなって考えると自分怖いです。何歳よみたいな、何をおっしゃいますか、おっしゃいますやら、我々からすると平成生まれがもう、いや だと思いますね、平成生まれが議員にいますからね、同じ感覚だと思いますが、徐々に令和世代が、うん、いや時代って本当に一年一年過ぎるのが早いから、どんどんやることも多いなって、一生高校生がいいなって。いやいや、そんなことないよ、そんなことないよ、今からどんどん楽しいことがね、本当に楽しいことありますけど、高校の時しかで、まあ、学生の頃しかできないことっていうのがやっぱりあるので、それはやっぱ存分に楽しんでいただいて、はい、非常に楽しくね、やっぱ仕事始めたらできないことと、またそこから打ち込んでいくものもやっぱりあるから、開かれていく世界もあるので、島袋先生もね、この人生の先輩ですからね。そんなことないですよ。いや、なるほど、今後も、いや大変なこともあるけど、
ね、楽しいこともたくさんあるって。そうそうそう、そんなのそんなの、うん、身近な大人で言ったら、うん、ケイシーさんもそうですし、いろいろ本当に、うん、いやーむつきくんなんか高校生が一生いいとか言ってるけど大人だったら楽しいこともたくさんあるよって明るく教えてくれますから。いやいやいや、私なんかは楽しむ力すごいですよね、うん、皆さんの子供時代に戻りたくないもん、はい、そうなんですか、うん、学生時代戻りたくない。うん、もうあの時にもっと勉強してればよかったなって本当に心底思いますけど、うん、もっとちゃんと必死にっていうかね、うん、あれだけ時間をたっぷり与えられたわけだから。そうですね、うん、しかもね、まあ、もっといろんなことを やったらいいとかね あるけど、だからといってじゃあもっとも時間を巻き戻して戻りたいかって全く戻りたいとは思わない。やっぱ今が楽しい。なるほど。まあ、うん、今時で言ったらね、今は推しっていうのがいるんですよ。要はまあ学生の間で、うん、まあクラス内の女の子、うん、まあ好きとは違うけど、うん、その女の子を見てるだけで幸せみたいなのを推しっていうんですよ。なるほどね。だそういうキュンキュンを味わえるのも今だけなのかなっていう気はしますね。要は異性に対してね、好きとかいう気持ちがあるあったりとか、うん、ドキドキする気持ちがあったりするのも今だけだから、それを十分に楽しみながら。そうだね、そんなことないよ、あ、そんなことない、そんなことないよそう、そうそう、でも本当に大変なことも楽しいこともひっくるめて、うん、やっぱり自分も高校3年間全て全部が楽しかったかって言ったらそうでもない、ないですか。いろいろ大変なこと、うん、辛いこともたくさんあるけど、うん、そうそうそう、人生常々そう、あ、まあ、本当にそうですけど、うん、本当にそう、結果として楽しかったなって思える高校生活だったのかな。よかったよかった一番最初に、うん、お会いして話されたことは、はい、やっぱりちょっと不安があったよね。1年2年の前半だったかな。そうですね、やっぱりもう1年間コロナで本当に学校も行けなかったり、うん、友達会えなかったり懐かしい、うん、そうそうそう、里子さんのラジオをね初めて出た時、彼女と一緒に聞きましたよ。当時付き合ってた彼女と一緒にラジオ。当時付き合ってた。当時ですか。もう今フリーですから。大変だ。まあ、恋はいっぱいたくさんしてちょうだい。そう、話もできる、こう恋をたくさんできるっていうのも今だけですから。そうだね。いや、それからまた時間が経ったっていう感じもするね。ね、我々が20年の歳を感じるね。ちょうどクリスマスの3ヶ月でクリアするっていうか、ちょうどクリスマスの時期で、要はクリスマスイブだったかな、イブぐらいの放送で、まあ、彼女と遊んだ帰りに、まあ、タクシー乗ったんですよ。要はもう、うん、バスが運休になって、うんうん、でそのもうデージ混んでる時に、うん、ラジオ聞いてくる2人で。そうなの、あら嬉しい。 いい思い出だなって、ね、なんか経験値の密度が濃いですね本当だ ね、 ね、密度が濃い、ね、そんな経験したことないわ、ね、なんていうのかな、今の子たち、素敵すぎる、今の子たちは、うん、なんていうのかな、行事がなかった分、うん、この自分たちで思い出を作ろうっていうのに必死ではないですけど、うんうん、やっぱりそれだけなんていうかな、行事がない分自分たちでよく遊びに行くっていうのは多いのか、うん、一瞬一瞬を大切にっていう、そうなんですよ、一回一回本当に大切に楽しんでるなっていうのはありまして、うん、素晴らしい、はい、ね、文化祭とか体育祭とかももうなかったわけ、うん、もう全然なかったですよ本当に、一部みたい な、 なんか、うん、そんな感じです。もう3年生になってから徐々にプチイベントみたいなのありました。いや、そうですね、本当にそんな感じでしたけど、でも遠足みたいなのもありました。あ、遠足は毎年ありました、うん、でもやっぱりそれでも対応が分かれたり、バーベキューできるクラスあったり、うん、担任の先生によって、いやコロナ怖いからバーベキューじゃなくてレクしようとか、あ、だいぶそういうのもありましたからね。学校全体での行動ではなかったんだ。あ、そんなではない。クラスごとのクラス単位でしたね、だからそっか、やっぱコロナのね単位はいろいろ難しい世の中、うん、それを対応する先生方もすごいなって印象、いやでもだいぶ良くなってきましたからね、今はイベントもできるようになって、最近で言いましたら AKB とかアイドルが声出しの応援も OK になりましたから、そんな感じに本当にもう何事もプラスに考えていけたらなと、はい、最近暗い話題がいっぱいですけど、ちょっとずつプラスに思えて、特に若い自分たちがプラスに行動していったら、ね、徐々にそれが広がって世の中が明るくなっていったらいいなっていうのは、はい、ありますね。嬉しいです、はい、もうよろしくお願いします。あ、早い、燃えてますね、もう燃えてる、むつきが燃えてるから、モテロー様が喋るもうことも全くなくね、よかったですよね。いやでもね、島袋先生からの話もすごい楽しくて、島袋先生、はい、なんか最後に何か
あ、最後ですか。最後に、最後に締めで、ね、あ、締めでね、皆さんにハッピーになれることちょっとお伝えいただけないですか。はい、あ、やはりあの今あの若者のね、今の今時の若者の生の声をこう聞かせていただいて、はい、あ、本当にあの密度の声、一瞬一瞬を聞いていらっしゃるなということで、はい、素晴らしいと思いましたね。はい、あの精神の輝きとかね、はい、あの我々はいつもこうなんかあの青春、青春とかね、青春っていう言葉にあのなんか輝きであるとか、あの喜びであるとかね、生きる目的とかいろんなものを重ねるんですけども、はい、こうしてあの生の青春を生きていらっしゃる皆さんに触れる機会がうん、あの我々欲しいですね。あ、なるほど。密度の濃い時間っていうのね、そうですね、憧れますね。確かに密度の濃い、ね、本当に一日一日が密度濃い時間を過ごしてるなっていう印象は、うん、はい、ありますね。この時間こそ本当に尊い、うん、あの大きなこのなんか宝物だなというのを感じますね。はい、いや、素晴らしい高校生活を送りましたね、むつきさん。そんな高校生活ももうこの放送の2週間後にはもう卒業式、わあ悲しい悲しい、もう可愛い子、好きな子とかもいい、ね、もう会えなくなるんだなそっちかい、そっちかい、いや、ありますよ、やっぱり。あと友達とかでもね、そっかそっか、会えなくなるのは、新しい出会いがまた出てくるんだ よ、 そうですよ、新しい出会い、全部が全部くよくよせずに新しい出会いを求めて、私は一人で東京行きますから。あ、東京行ったらすごいですよ。はい、もう、ね、本当にすごいこと、いろんな人いますからね、うん、本当に。でもこんなに沖縄で知り合いも行って寂しいですが、うん、はい、私は東京、4月から東京で頑張っていきたいと思います。はい、はい、頑張ってくださいね、応援してます。ありがとうございます。開かれますよ、はい、またね、うん、はい、あの受験生の皆様方、うんうん、はい、本当にね、体調にくれぐれも気をつけて、皆さんがね望む、はい、うん、まあ、人生を歩むためのスタートラインに、うん、しっかりね、入れるようにお祈りしたいと思いますね。はい、うん、いや、そうですね、いろいろ体調だけは気をつけていきたいと思います、ね、はい、はい、人生楽しんでいきましょう、はい、はい、頑張ってね、はい、ありがとうございます、これからも頑張りますいや、今のエールの言葉がね、はい、美しかったですね、はい、頑張ってね、はい、それではじゃあ里子さん、最後の締めのお願いします。はい、それではリスナーの皆様、今夜の制作秘書はケイシーさんの代わりに首里高校3年生の光バンドのむつきさんが対応していただきました。むつきさん、ありがとうございます。ありがとうございました。そして、ゲストに島袋てるおさんでございました。ありがとうございますひななんで過ごさせていただきました。ありがとうございます。しゃべる機会もなくすみませんでしたありがとうございます。はい、それでは平里子の今夜の天使は、はい、むつきの輝く汗ですあ一生懸命ね対応してくれたのが本当によくわかりますね、感謝です。ありがとうございました。本当にこちらこそ楽しい1時間、ありがとうございました。ありがとうございました。首里高校の輝きがね、はい、身近に見れました。リスナーの皆様にもたくさんのハッピーが訪れますように、はい、はい、失礼いたします。また来週、はい、We wish you a Merry Christmas